皆さんこんにちは、ラジオです。はい、久しぶりのサブちゃん卓球動画です。今回はアルティウスに強評のプロスリーターボブルーと2粘着の勝利を買って実際にオールをしてみる。相手は今着替えてます。で、相手も普段ディグニックスとか使ってるんですけど、ちょっと微粘着使ってみたいということで、フォーティノ、ティバスのフォーティノに両面ハイブリッド K1J の微粘着でオールをしてみる動画になります。で、こちらのシダ動画、結構ガッツリ打ったシダ動画メインチャンネルの方に出るので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。いたはいはい、ルイちゃんです。よろしくお願いします。失礼します。どうなんだよな、実際ボールで使ったら。よし、おお、そういうのもができる。やりそう、いや、やりやすい、やりやすい。もうめっちゃいいんだけど、タオブルー。フォアタオブルーです。バックショルです。ナイスフォア。めっちゃ良かった今。
系列してます。どう？なんか難しいですかね。とにかくサーブレシーブから台上の部分が難しいというか、やっぱ自分がまだそのどのぐらいの力加減とか出し具合でどのぐらい飛ぶかがまだ理解しないので、まあ、そこでもやっぱラインナップ時のこの距離とかはやりやすかったですね。全然いけるわ、これむしろいいかもしれない。振り抜けるから軽いじゃん、191を軽いと取るか取らないかは皆さん次第ですけど、これぐらいでタオブルーとこれ軽いんだったらいけるなって、しかも振り抜けるから多分フォアが入ってる、これが200とかになると多分今練習しないから振り抜けないから全部ネット取るけど、しっかり振り抜けますもん、当たり入る。バックやっぱこれ強烈ですね、レシーブとか全然キュンキュンやる。でもちょっとブロックと台上は感覚ないです、最後までやっぱり板止まりしたのは何でか分かんない。でも当時全然いけるっすよ、やっぱ詳しいレビューはメインチャンネルに、たぶん後日上がるんで、ぜひ、ちょっと、栗山さん、微粘着変更か、ありますね。楽しみにしてください。ぜひ、栗山さんのチャンネルも登録よろしくお願いします。ということで、今回は、ちょっと気ままに粘着グラバーでロールしてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。